そして食後のおやつにチョコドーナツを食べました。台風？ああ、台風。ママもある？ママもある。そしてお風呂のお湯をためていきます。いつもお風呂に入るときは下着とパジャマをこのセリアの入れ物に入れて持っていきます。そして今日のパックも選びます。目元用のメイク落としはこちらとデュオクレンジングバームホワイトというものを使っています。そして入浴剤はこの前の購入品で紹介したレモンの香りのバスクリンを入れました。そして化粧水は以前も紹介したアルジェランオーガニックの化粧水を使っています。化粧水だけ洗面所でつけて、あとはリビングで乳液とか塗ります。そしてお風呂上がりの炭酸水を飲みます。このレモンの風味の炭酸水が一番お気に入りです。今日はレモングラスのパックをします。インド産レモングラス精油配合のフェイスマスクらしいです。そしてこちらの無印の敏感肌用の美白美容液をもうすぐ使い切るのでこれを使いたいと思います。そして次はこちらも無印の美白乳液を塗っていきます。目元用の美容液はこのエリクシールのこっちを塗る日もあるんですけど、今日はこっちの豆乳イソフラボンのアイクリームを塗ります。ヘアオイルはフワリエを使います。で、ドライヤーで髪の毛を乾かしていきます。そしてここで洗っておいた食器を拭いていきます。で、食器が乾いたら元の位置にしまっていきます。次の日が晴れの日は朝洗濯するんですけど、明日が雨なので今から洗濯したいと思います。ワイシャツの襟にセスキ水を振りかけていきます。綺麗に汚れが落ちてくれます。